え本を読むとき座って読むのとベッドでダラダラ読むのどちらがおすすめですか寝て読むまた紙媒体と電子書籍で記憶のしやすさに違いはあると思いますかはい思いますあのー、思い出す時にその紙だとこのページのここら辺にあったっていう認識の仕方をすることがあるんですよねなのでその その本の中の物理的にどこに書いてあったかっていう記憶ってちょっと残ったりするので記憶を読み戻す時に紙の方が覚えやすかったりするっていうのとあとあの僕2時間酒飲んでしゃべるだけでもう僕結構疲れるんですよ。あの皆さん知らないかもしれないですけどもともとその,あの人間って猿から進化していてで猿って座るようにできてないんですよ。で座る時は地面に座るとかなんですよ。 その椅子のようなものに座ってそのあの腰とその臀の部でこう体を支えるっていうのに長時間できるような構造って人間になってないのでなのでその,あのデスクワークをする人って肩こりになったり腰痛になったりっていうのが起こりがちなんですよ。でそれは人間はそういうふうに長時間あの座り続けることができるような構造になってないので当たり前なんですよ。 なのであの腰痛とか肩こりの人はさっさと寝っ転がって仕事すればいいのになと僕は思ってるんですけどなんかしんないけど寝っ転がるの嫌な人多いですよね。